はい、皆さんこんにちは。今日は、エリックスですね、公園に来ています。はい、今から公園なんですけど、結構いっぱい人入ってます。次回教育総合展を開催しております。公演後にはぜひ展示会場にも足を運び、はい、今会場を歩いてますが、最終日ということですが、なんか一番人でも多いようですね。こう、はい、活気があります。で、これからいろいろ見ていきたいと思います。これ怪しいね。これ怪しい。これね、はい、シネックスさんに来てます。シネックスは、国内最大のね、まあ、クローンブックとかね、ウィンドウタブレットの卸元で、はい、扱ってるメーカーはこちらのメーカーですね。はい、これを見ていきたいと思います。じゃあちょっと落として、はい、お、落とした。本当にこう壊れてない？壊れない、全然壊れないです。はい、本当だ、すげえ。やっぱそう、自分も落として壊れなかったんですよ。ここにね、二重に差しが入ってたりするので、はい、ゴーグルに魂を売って、やばいこれ。え、もういいか、こんなに。本当に、はい、そうですね、本当に壊れてないの？壊れてないです。まあ、こんなやるものではないですけどね。はい、デルの新しいクラウンブック3100のツインワンですね。はい、これで、これね、本当に丈夫な機種で、落としても本当に壊れないですよ。で、さらにこれね、こんな風にツインワンでこんな風に使えるし、非常にいい機種です。ちょっと見せ方変ですね。はい、ここオカヨジャパンって言うんですけど、ここね、すごいものを見つけたんで、ちょっとレビューしていきたいと思います。で、こちらがね、スピーカーなんですけど、これ例えば、はい、ズームだとか、 それからミートなんかで、例えば著名人を呼んで講演とかしてもらうときに、そういうのも音が小さいっていう問題を解決するのはこれです。これ、はい、小島君、じゃあちょっと喋ってもらってよろしいでしょうか。はい、了解しました。ただいまマイクのテスト中。ただいまマイクのテスト中。本日は2020年9月18日、金曜日となっております。ただいまの時刻は14時、32分。ただいまの時刻は14時32分となっております。こちらからは以上です。はい、大変メールに音を聞こえております。大変ありがとうございます。ちなみにこれ九州とつないでるんですけど。あ、そうですか。はい。はい、なので拠点が変わっても、はい、あのズームの利用して、はい、まあ、こういったことが可能ということですね。はい、これあると行動だとかで一斉に、ね、学生とか生徒に見せることできるし、音も伝わるということで、今までなかなか苦労してたんですよ。そうなんですよね。はい、はい、これ素晴らしいですね。これ、それともう一点、これスマホも実は使うことができまして、はいはい、あのスマホをこの入出力の端子なんですけども、はい、これつないでいただくと、はい、これであの今パソコンでズームやってますけれども、はい、あのこちらの、はい、アプリのズームを使って、はいはいはい、そのつなぐということもこう可能なんですね。なるほどね。はい、そうですね。なのでポータブルでバッテリー内蔵されてまして、はい、このスマホで一緒に、はい、あのこのセットでできる。これがすごいですよね。はい、ここは電源供給がこれ HDMI できる。そうです、はい。電源供給も USB できて、はいはい、さらにステレオマイク端子が入ると、ステレオマイクですね。インアウトができると。はいはい、でさらにさっきもう聞いてあったんですけど、ここで、はい、キャノンも刺さるんですね。これキャノンもね、はい、これで、そうです、はい、すごいな。これ万能ですね。そうなんですね。はい、あとまあ Bluetooth も実装してますので、はいはい、Bluetooth で音声も流せる可能です。はいはい、まあ、もう一つあのマイク優先機能というのがついてまして、はい、音楽が流れている時にマイクが音声が入ると、はい、自動でミュートするという機能もついてます。へ、これ外すとそのまま音も、はい、あの 音楽も一緒に出る。押すとミュートになるっていう、はい、そういう機能もついています。へえ、もうこれ学校に来てあればもう何もいらないですね。あの比較的あの文教系さんでいくとかなりの、はい、高評価を頂いております。はい、そうですね。そうですね。もうすでにもう2000数百台日本国内には流通しておりまして、はい、大学さんもかなり
実績ございます、はい、こちらダイナブック VC72 という2-in-1 のコンバーティブルのタイプの VC になります。回転させてタブレットとして使っていただくということで、ペンで操作していただくことができます。軽いんですね。 1050g になります。本当だ、指2本で持てますね。すごい薄いし、スレッドを作ることができるんですね。おお、これ石はどれぐらいの性能を積んでるんですか。 i5 からセレロンまで選択していただくことセレロンから i5 まで積めるということなんですね。ストレージも変えられるんですか。あ、なるほど、ありがとうございました。コネクターも同梱されてますので、はい、あ、これもついてくるんですか。インターフェースは、お、すごい。 DMI ですとか何も、え、これ普通買わないといけないやつですね。同梱です、うん、標準品です、ね。でこれしかもタイプ C で汎用性があると、はい、いうことなんですね。お、すごい。これはパスです。これが充電保管庫になっております。はい、ご覧44台担当になっておりまして、こちらに上にあるのが輪盤タイマーというもので、2系統を切り替えて充電することができるようになっております。今設定も細かい設定ができるようになっておりまして、例えば今すぐ充電したいとか、通常の、日常的な、充電の仕方、それからあと長期の休みに入った時に、例えば2週間に一度充電するとかですね、そういうような、モードの他に、あとこれ2系統の切り替えになっておりますので、例えば上段を充電してその後に下段を充電する、また繰り返して上段を充電してというようなことで切り替えて充電することになっておりますので、一度に全部の台数を充電することによる負荷をかけたりとかですね、片方の充電が終わってさらに、下の下段の方のタブレットの充電をするとなると、充電の、容量の差がですね出てきますので、同じような充電の仕方をできるような設定が細かくできるようになっております。ダイナブックさんが新しい電子黒板、ね、これを開発したというのでちょっと聞いてみたいと思います。この度ですね、 4K の65型のビッグパッドキャンバスを発売しました。特徴としましては、こちらに前面にボタンがついてまして、そうですね、こちらの方ですね。これで例えば子どもたちが授業をして回答を書いたもので、先生が裏でパソコンで用意したものを一旦フリーズで、フリーズを解除すると答えが出るというようなボタンですとか、あと前面に拡張子、こちらの方を追加したことによって、ソラカメラですとか動作手続きが簡単になりました。はい、ありがとうございます。はい、NT プランニングに来てます。 NT プランニングといえばなんと鈴木さんです。はい、あ、すいません、これみんなこれに入って写真撮ったもんね、場合ね。そう、設置工事がいらない集中個室ブース、はい、すごい。これ前にハウスとして購入しようかな、これ。ぜひぜひ。そうですよね、一坪あればこれでできますもんね。一応簡易グリーンバッグになるかな。本当だ、簡易グリーンバッグ。ちょっともうちょっと引いてもらっていいですか、引いて。そうそう、そうです、そうです。はい、いい感じです。これで詰めると。はい、これ、あれですか、シャワーとかバスとかトイレがついてるっていうのをちょっと紹介したいんですけど、これ素晴らしい機能があって、これ LINE 見たく、こういろいろね、通知が来たりするんですよ。例えば勉強を始める時間をこう通知してくれたり、はかどってなかったらこうはかどってますかってアドバイスをしてくれたりね。それからこうやってわからないところ質問サービス、こういったものもできるということで、これ見てください、これ手書きでこれできる、はい、これがスマートフォンでできるのは素晴らしいということです。それからこちらですね、学習スケジュール、やっぱり時間割とかスケジュールがしっかり管理してると、まあ宿題もはかどるということで、こういう機能がついているツールです、はい、
はい、次にこれありそうでなかった英検アプリですね。今のところ iPad 対応なんですけど、これ AI を使ってね、個別にこの苦手なところを克服できるようなシステムになっているそうです。ちょっと見ていきたいと思います。株式会社ベイツの伊藤です。よろしくお願いいたします。簡単にご説明させてあげます。先ほど今年度に関しましては iPad のみというふうにご連絡させてあげましたが、2021年度以降ウェブ版がリリースされますので、2021年以降に関しましては PC でもスマートフォンでも利用が可能となります。どのように生徒の苦手を作っていくかといいますと、まずこちらの第1回筆記テスト、こちらの診断テストを回答していただきます。でこちら英検の本番と同様のテスト形式の問題に回答をしていきます。こちら回答を進めながら過去問のようにテスト形式に慣れるだけでなく、この出題形式にどんどん慣れていくことで英検本番同様の力を養っていくことが可能となっております。テストの回答が終わりましたら採点のボタンを押していただきますと、すぐにテスト結果が出てきます。その後解説を押していただきまして、内容の確認をしていただきます。解説も各問題ごとに充実させておりますので、こちらを読み込んでいただくことで、その他の単元の知識も身につくことができます。こちら終了を押していただきますと、弊社の最大の魅力ですね、苦手問題の作成を行えます。そしてこちらの苦手問題が一番上の上段青色の部分に作成されます。この問題はといいますと、先ほどの診断テストの結果をもとに生徒データ、生徒のできるもの、できないものを分析し、生徒ができないであろう問題、類題をこちらで作成させていただきます。簡単に言いますと、こちらはその生徒ができなかった問題ばかりが集まった問題集となりますので、弱点克服に最適な教材というふうになっております。はい、英検アプリの説明を受けました。これすごいです。自分が苦手だけの問題集ができるということで、これ英検合格間違いなしじゃないでしょうか。